崖の上のポニョはスタジオジブリ製作の長編アニメーション映画。監督は宮崎駿。宮崎の長編監督作品としては2004年のハウルの動く城以来4年ぶり。原作、脚本、監督のすべてを担当するのは2001年公開の千と千尋の神隠し以来7年ぶりの作品。海沿いの街を舞台に人間になりたいと願う魚の子。 ポニョと5歳の少年、宗介の物語。2008年7月19日に、東方による配給で公開された。魚の女の子ポニョは、海の女神である母と魔法使いの父に育てられている。ある日、家出をして海岸へやってきたポニョは、空き瓶に頭が挟まっていたところを、保育園児の宗介に助けられる。宗介は、魚のポニョが好きになり、ポニョも宗介が好きになる。 ところが、ポニョがいなくなったことに気づいた父に追いかけられて捕まり、ポニョは海底に連れ戻されてしまう。ポニョの父は、海底にある家の井戸に、命の水を蓄えていた。その井戸が一杯になると、忌まわしき人間の時代が終わり、再び海の時代が始まるのだという。ポニョは、宗介に会うために、家から逃げ出そうとして、偶然に、その井戸へ海水を注ぎ込んでしまう。 すると命の水は、ポニョの周りに溢れ出し、ポニョは人間の姿へと変わる。強い魔力を得た彼女は激しい嵐を呼び起こし、津波に乗りながら宗介の前に現れて、宗介に飛びついて抱きしめる。宗介は女の子の正体が魚のポニョであるとすぐに気づいて、彼女が訪れたことを嬉しがる。一方、ポニョの父は、ポニョが世界に大穴を開けたと言って、このままでは、 世界が破滅すると慌て出す。しかし、ポニョの母は、ポニョを人間にしてしまえば良いのだと夫に提案する。古い魔法を使えば、ポニョを人間にして、魔法を失わせることができるのだ。だが、それには、宗介の気持ちが揺らがないことが条件だった。さもなくば、ポニョは泡になってしまうという。嵐が落ち着くと、宗介の母は、彼女が勤めている。 老人ホームの様子を見に出かけてゆく。翌朝、ポニョと宗介が母の後を追うと、途中でポニョは眠り出し、魚の姿に戻ってしまう。そこへやってきたポニョの父が二人を海底に沈んでいる老人ホームまで連れて行くと、そこには宗介の母とポニョの母が待っていた。ポニョの母は宗介が心からポニョを好きなことと、 ポニョが魔法を捨てても人間になりたいことを確かめて、ポニョを人間にする魔法をかける。ポニョと宗介が陸に戻り、キスをすると、ポニョの姿は5歳の女の子に変わるのだった。主題歌が流れるエンドロールでは、この映画を作った人として、全出演者とスタッフの名前が5十音順に表記されている。役名や肩書なしに、指名だけが表記され、 誰が何を担当したのかわからないという珍しい作りで、最後は、スタジオジブリ、終わりとなっている。この様式は、後のジブリ作品である、仮暮らしのアリエッティでも採用されている。なお、オープニングでは、キャストスタッフのうちの代表的な人物数人のみで、あるものの、担当した業種も添えて氏名が、テロップで表示されている。本作は、 ハンス・クリスチャン・アンデルセンの動画、人魚姫をモチーフとした作品とされている。しかし、人魚姫をそのまま原作としては使用しておらず、宮崎はキリスト教色を払拭するとした上で、舞台を現代の日本に移すなど大きな変更を行っている。ただ、ベネツィア国際映画祭での記者会見では、宮崎から制作中に人魚姫の話に似ていると気づいたものの、 元来意図的にベースとしたわけではないという胸の発言も出ている。なお、同期者会見において宮崎はポニョ発想のルーツを質問され、9歳の頃初めて読んだ文字の本がアンデルセンの人魚姫であり、そこにある人間には魂があるが、人魚は物であり魂を持たないという価値観に納得がいかなかったことが遡ればポニョの起点なのかもしれないと答えている。 本作は、ストーリーの起承転結が明確になっておらず、ほとんど伏線が存在しない。天変地異が起こっても詳しく理由が説明されることなく、全体的に消化不良のまま、物語が収束するなど、スピード感と勢いを重視しており、ファンタジーと現実社会が入り混じったストーリー構成となっている。この点について、宮崎は、 ルールが何にも分からなくても分かる映画を作ろうと思った順番通り描いてくととても収まらないから思い切ってすっ飛ばした出会って事件が起きて小山があって最後に退散があってハッピーエンドというパターンをずっとやってくと腐ってくるこういうものは捨てなきゃいけないと話しているハウルの動く城完成の後しばらく宮崎が構想を練っていたものを ジブリスタッフを伴っての制作が2006年10月に始まった。もともとは今まで通りの手法で作る予定であったが、制作前にイギリスのテイトブリテンで鑑賞したジョン・エイバレット・ミレーの絵画オフィーリアに感銘を受け、改めて作画方法について見直すことになる。その後、宮崎が紙に描いて動かすのがアニメーションの根源。そこに戻ろうと思う。 もう一遍、自分たちでオールを漕ぎ、風に帆を上げて、海を渡る。とにかく鉛筆で描くという意向を固め、コンピューターを一切使わず、手書きによって作画されることとなった。作画にコンテを使うなど、絵のタッチは素朴なものになり、これまでのジブリと違った、新しい試みになっていると、鈴木敏夫は話している。特に海の描写に力を入れているという。 その一方で、ジブリの背景美術たちはすごく暇になったため、スカイクロラザ・スカイクロラースは、半分近く描いてもらったと、押井守は発言している。構想段階では、宮崎が中川理恵子の作品が好きであったために、崖の上のイヤヤ縁らしいものを作ろうと考えていた。作品を作るにあたり、人魚姫や、雪女、アンチン、清姫などの民間伝承、童話などに、 数多くにある変態過程の描写と背景が淡白に描かれていることを踏まえ、そこを重点にしてポニョの変態過程を構成させた。友の裏返を舞台にした作品は、宮崎がいつか描きたいと、長年夢見てきたが、波を描くのが大変という理由で、それまで踏み切れずにいた。二千四年十一月に、スタジオジブリの社員旅行で訪れた瀬戸内海の港町である、 広島県福山市の友の裏を非常に気に入り、準備として2005年の春、友の裏の海に隣りした崖の上の一軒家に2ヶ月間滞在し、さらに2006年夏、単身でこもった。本作の構想もこの時に練り、自身を極限に追い詰める危機迫った姿が NHK で放送された。2ヶ月間滞在では、瀬戸内と関東の屋根瓦との違いや、 太平洋との波の違いに特に興味を引いた。この宮崎の行動に対し、妻の出した条件は、生きてる証拠として、毎日絵手紙を出すことだったという。三鷹の森ジブリ美術館で上映されている宮崎の短編監督作、くじらとり、水雲モンモン、宿探しなどからも影響を受けているという。宮崎が劇場公開以前に描いた初期ボードのポニュの姿は、 本作と異なっており、カエルのような姿をした魚という設定になっていた。人間姿のポニョの髪や衣装も全く異なっている。ポニョが一人でソースケの家までたどり着き、ソースケとリサの前に玄関で迎えられるという設定になっているが、本作の場面には描かれていない。その他にもポニョが、ソースケが描いた、ポニョの似顔絵を見つけて驚いたり、 ポニョが宗介にぶたれて泣いたり、ポニョが宗介と一緒に海の中を泳いだり、ポニョが人間のままグランマンマーレの魔法が使えなくなりますよという話を聞いて、心よく頷いている場面が設定されていたが、すべてボツとなった。一般公開前に、スタジオ内にある映写室で、スタッフや知人の子供を集めて、試写を行うも、子供たちの反応は鈍く、宮崎は、 不安を抱えたまま公開日を迎える。本作の公開に合わせ、公開カウントダウン、崖の上のポニョに秘められた謎が PR 番組として、日本テレビ系列で2008年7月15日から18日まで放送された。宮崎と信仰の深い教し守る監督のスカイクロラザ・スカイクロラースと時を同じくして公開されるのは、鈴木敏夫が同時に公開しようと提案したため、 鈴木は、片や空、片や海、時を同じくして似たようなのが出てくる。歩みは違ってもなんだかんだでずっと接点がある、押し守るとの友情ですと語る。東京の日比谷スカラザでの初日舞台挨拶の際、偶然にも、震度3の地震が発生。津波注意報が出たことから、宮崎は、ポニョがいると呟いた。キャラクターのモデルは、スタジオ内のスタッフやその子供たちで、 その子育てを見ながら制作したので、新しく生まれてくる子供たちに向けた作品にしたという。通常、舞台挨拶などのイベントは、メイン劇場とされる劇場での公開初日の初回上映及び二輪上映のみだが、主題歌が大ヒットしたため、公開初日の初回上映で、舞台挨拶を行った、日比安から座で9月15日に、大ヒット五霊主題歌祭りを行った。 本作の PR 番組として、日本テレビ系列で2008年7月15日から18日まで放送されたミニ番組。プレゼンターとして、宮崎信子、ジブリアカデミー生徒として、東隆ま女優のヒーラギルミ、タレントの山田五郎、スタジオジブリからは、鈴木敏夫が出演。第3回ゲストとして、本作の主題曲、崖の上のポニョの歌手。 藤岡と大橋も出演している。2008年末までの興行収入は155億円、観客動員数1200万人以上。スタジオジブリ作品の映画サイトとして、史上最高の月間訪問者、数百万人を達成。全米では、ポニョのタイトルで、ジョン・ラセター、キャスリーン・ケネリ葬式、ブラッド・ルイス演出によるローカライズが行われた。 バージョンが2009年8月14日より公開。リーアム・ニーソン、ケイト・ブランシェット、マット・デーモンなどの映画スターが吹き替えを担当したことが話題となった。ジブリ映画としては、過去最大となる927巻一斉風切りが行われ、オープニング講習351万ドル、週末のボックスオフィスランキングで全米第9位を記録している。 全米での最終的な興行収入は約1500万ドル。全米で公開された日本アニメ映画の中では第5位の記録となっている。2009年7月3日、制作ドキュメンタリー DVD ブルーレイディスクのポニョはこうして生まれた。宮崎駿の試行過程と崖の上のポニョ特別保存版が音楽に関する許諾を取っていなかったことが発覚したため、 12月に発売延期となった。なお、通常版の DVD は発売延期されていない。少数ながら VHS でも発売されている。2010年2月5日、日本テレビ、金曜特別、ロードショーにてテレビ初放送。視聴率は29.8%。2012年8月24日、金曜ロードショー枠にて2年ぶり2回目の放送がなされた。 2015年2月13日には同枠で3年ぶり3回目の放送が行われた。2011年11月16日、新装パッケージ版のブルーレイ販売。ありがとうございます。